キチャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ、今日で B クラスは終わりです。はい、パリーグ楽天です。はい。はい。おお、ちょっと気合い入れて分析。ねえ。ということでまあね。お菓子が来ました。はい。そうなんですよ。私もなんかレッドブル買ってきてくれました。もう好かれてんの？お昼食べてちょっと眠気が。いや全然もう元気もりもりですよ。おいしい。よっしゃ。ね、楽天ですよ。はい。チーム防御率 3.47、はい、パリーグ最下位。チーム打率2割4分3厘はパリーグ3位、うん、ね、ホームラン数101本はパリーグで3位、はい、打点511はパリーグ2位、うん、だから点取ってんのにね、まあ、ピッチャー打たれんだよね、うん、だからもう組み合わなかったですね。なかなか今年の補強ポイントはもう明白なのよ、うん、はい、先発よ。お、先発取んないと、うん、ちょっと FA とかので、じゃ昔のジャイアンツになってるよ。実績ある人ばっかり取ってきて、うん、実績あることは素晴らしいんだけど、はい、実績は、うん、あのアスリートにとって今の能力に全く関係ないから、はい、今の能力がどうかって考えた時に、うん、もうちょっと厳しいね、うん、だからマー君も分かんないよ、うん、今年が不調だけで来年からすごいマー君に帰ってくるかも分かんないけど、はい、でも年齢的に考えても去年のマー君見てても、うん、これが今のマー君なのかなっていうところもあるから、うん、そしたらもう10勝10敗のピッチャーになるよね。はい、今年も点取ってくれてたけど逆転されてたから、うん、援護点に恵まれなかったっていうところはちょっと違うじゃんね、うんうん、でもう岸もね、はい、年齢上がってきてるし、うん、涌井もそうだし、はい、でまだそこに頼らざるを得ないじゃん、うん、でも則本だって1年加算でいくし、はい、で若手の早川が2年目にして飛躍できない、うん、だ全体的に先発来るし、はい、ってなったら、うん、もう先発補強するしかないよね。そうです、なかなか。そして早川投手とか竹中投手の下のなんか高卒のピッチャーがなかなか出てこないからね。まあ今までだと藤平とかね、はい、もういたし、うん、あとはあの金沢高校誰だったっけ、うん、鎌田投手、鎌田とかね、うん、っていうところとかもあれだからね、うんうん、だからやっぱもう先発を、はい、だって石井和さんも、うん、来季 B クラスだったらやばいでしょ。だってね、さすがにっていうところもあるからね、はい、そう考えたら育成とか言ってる場合じゃないよ ね、 そうですね、自分と監督としての、うん、って考えたらやっぱり1位はピッチャーだね。誰取るか知ってるんですか？そうだね、やっぱ知ってるんですか？うん、まあ、俺詳しいからね、はい、1年間見てきてるから。そうですね、じゃあね、そうなったら、はい、でも楽天も何気に独自路線行くからね。今日前回のね、去年の吉野選手は結構、うん、おお、そこ行くんだって ね、うん、ね、なりましたからね。って考えた時によ、うん、第1回センター希望選手楽天、はい、ソタニ竜兵投手白鵬大学。おお、ソタニ投手左の行きます。やっぱ左欲しいでしょ、うん、まあそうですね、まあ、右も欲しいけどね、うん、まあ、もしくはもう本当に、はい、すぐ使えるっていうところを考えたら、うん、そりゃこのもう東京アースの増田、はい、もう超即戦力としてもう行くからね、くじ、うん、でね、はい、であとはもう右が欲しいんだったらよ、うん、あと浅村の FA 状況次第にもよると思うんだよ、はい、で考えたら、うん、立教の山田か あとは中央大の森下、はい、両方右だからね、うん、右がいないからね、はい、だそこら辺は狙い目ではあると思うけども、うんうん、来年どうかしたいっていうんだったらやっぱピッチャー絶対取んなきゃいけないから、うん、で前か後ろかっていうと絶対前がいないから、はい、そうですね、だから左だったらこのね、うん、ソタニ、うん、でまあ、右だったら、まあ、ソタニ矢沢だね、はい、矢沢コーターか、あの青山、うん、増田っていうところを、うん、まあ、取れればいいんじゃないかなっていう。そうですね、うん、わあ、でもなんか私的には、うん、まあ、浅村選手が抜けるのにありますけど、うん、スラッガー系の選手欲しいんですよね。なんかあんまり和製大砲っていう選手がなかなかこう楽天出てこなくて、うん、いる取ってるけどね、成長しないからね、うん、あと左ででっかいのいないじゃん。そうですね、正直ね、でも左ばっかりだからね、うん、そうだから右の大砲、うん、だからそれを補うのが外国人なのよ。そうですね、うん、でも梶田さん監督とかになってからね、ウィーラー出してからは全然外国人がハマらないからね、だからそこを外国人で補わなきゃいけないよね。
そうですね、うんうん、だからそこかな。あとやっぱキャッチャー取った方がいいと思うよ。あ、だからそれこそ大阪桐蔭の松尾くんとか、はい、なかなかちょっとキャッチャー周りじゃ苦しいと思うんだよね、うん、まあ、今新谷選手と太田選手のね、まあ、安田も取ったけどね、うん、でもキャッチャーの高校生は俺は取った方がいいと思うね、うん、正直、まあ、水上選手とかいますけどね、うんうん、いるだけじゃダメだからね。え、でもそ、でも2軍で結構なんかいい感じで育ってきてると思うんですよね、多分、うん、いずれいずれ出てくるんじゃないかなと私は水上選手を思ってるんです。お、教えるの、うん、はい、西武の水上じゃなくて楽天の水上、ね、はい、楽天の水上選手、じゃ覚えておきます、はいはい、覚えておいてください、はいはい、え、先生いないですか。いや、まずね、ドラフト1位は多分ね強豪なんですけど、金村君いると思うんですよ、藤大学の。おー、へー、はい、右ピッチャー、うん、やっぱピッチャーだね、ピッチャー、ね、1位はね、はい、うん、取りに来ると取れるんだろう。この加藤君、エネオスの、あ、左、左、うん、この子はもう花巻東ということで地元で、うん、おお、あるね、ある、うん、マークしてる子なんで、うん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 、あ、じゃあ袴田学もありますよ。あんの、はい、どこポジション。まずピッチャー、うん、これは上位というよりは、うん、またまあ育てつつでも出てきてほしいなっていう、うんうんうん、東北高校の、うん、伊藤千尋投手、うん、いい先生知ってます。知ってます。投手兼外野手の二刀流、うん、で身長188センチの右腕なんですけど、うん、でピッチャーなんですけど野手としての評価もめちゃくちゃ高い、うん、まあ、言えば本当に二刀流の選手なんですよ、うんうん、なので、まあ、プロに入ってどういくかわからないですけど、うん、ただこの東北の出身のこの人を二刀流って言われるすごい素材のいい人を楽天が育ててほしいっていう思いがあります、うん、それはいいね、上手だからね。え、すごいいいと思うんですよ、うん、さらに何位、うん、4位、結構高いって、うん、高めだね、はい、4位、いなくならないうちに4位で、うんうん、でさらに、うん、東北福祉大から甲斐郁美選手、うん、ポジションは外野です、うん、外野いるんですよ人が。左、どっちか見てなかった右投げ左打ち、左かー、左いるからね、いっぱい。ちょっ と, それとでもあの東北福祉大の4番で、うん、めっちゃパンチ力ある選手なんですよ。それか、はい、日本航空石川の内藤、あ、内藤くんね、右の長距離砲、はい、でサードのね、カチッというのもいないし右もいないからね。あ、内藤くんいいですね、うん、内藤くんいいよ、内藤くんいいですね、うん、楽天には、はい、あとやっぱ1位はやっぱピッチャーだね、うん、そうですね、ピッチャー、うん、あとは本当にまあ森下とか、はい、あの山田とか、うん、この内藤の野手の右を、はい、だから1位にどっちかで取って、うん、で、まあ、もうちょっと 2,3 人ピッチャーいると思うのよ、うん、であとはやっぱ高校生のキャッチャーを俺は取った方がいいと思う、はい、高校生のキャッチャー、うん、チーム的には、うん、だからそこを1位だから誰に行くかだね、そこがね、競合を避けるのか競合しても取りに行くのか、うん、っていうところだね。なんか週刊誌とかでは本命浅野くんなんじゃないかって予想を立てますよね。でもそしたら去年吉野取ったんだから。いや、そうなんですよね、同じ外野のね、うん、でしかもその来年すぐに結果出せないよ、うん、今の戦力で外国人補強すれば大丈夫だと思うけども、うん、だから、まあ、山田内藤森下の野手1位いくんちゃう、また一本釣りできるやろ。いきますね。んで2位にピッチャーはめ込んでくる可能性もあるよね、うん、そうですね。 あ、1位内藤くんとかもありますね。ありえると思う、うん、で2位に、はい、どっちかっていうと野手の方がなかなかちょっと今年選びづらいじゃん、うん、そうですね。ピッチャーはそのこれっていうのはなかなかいないけど、うん、平均的にまあまあいい感じかなっていうのもあるから、うんうんうん、2巡目のウェーバーで、まあ、楽天がどっちか分かんないけど5番目か6番目になるわけでしょ、うん、でそしたらそこそこのいいピッチャーは、うん、則本とかも2位だったし ね、2位で取れる可能性もあるから、うん、けどこの内藤、森下、山田は残ってないやろ下手したら、うん、外れ1位も考えると。そうですね。そう考えたら独自路線で、うん、この3人の選手を1位で行って、うん、浅村の移籍も含めたら、うん、まあ将来的には必要なタイプでもあるし、うん、右だから行って2位ピッチャー、2位、3位、4位ピッチャーとかね、あるなね、うん、っぽいね、それあるね。そうじゃないと、うん、野手取れないもんな。ちょっと黒川選手とタイプ的には似てくるかもしれないですけど、でも、まあ、右左で違うからね、いいですね、うんうん、
それあるんです、うんうんうん、楽天は、はい、僕今年の宮森君枠みたいなので、はい、あ育成の隠し玉ちょっと言いますけど、ツイートの楽天が好きそうな先生がいるんですよ。誰だこれね、明星大学っていう大学なんですけど、首都義務の、うん、ここに松井君っていうピッチャーがいるんですよ、はい、で花巻東高校の、ね、うん、野村君、ね、ジェームズの野村君とか、うん、それこそ清水純一の時の一緒のメンバーなんですけど、うん、まあ、その時はレギュラーで何でもなかったんですけど、うん、体作りで大学に進学して、うん、ピッチャーとして、うん、今なんと154キロなんですよ、右のドラフト候補なんですよ。へ、じゃあ試合7位とかであんじゃん。そうなんです、だから回とかもしかしたら育成の1位とかで、うん、将来性って育てていくと、うんうん、今年の楽天の宮森君とか、うん、松井、名前がいいじゃないですか、うん、松井多いでしょ、うんうん、楽天、ね、あるね、確かに楽天の松井は結構いい活躍をするという、いいと思います、うん、そうですね、楽天の松井はいい活躍するって松井勇気以外松井いんの、あ、まあ、和夫さんも良かったので、それはもう元々じゃん。そうですけど一人しかおらへんやろ。そうですけど、なんか3人ぐらいいるような勢いだったぞ今。俺めっちゃ考えた、え、松井幸君以外で松井いんのかな、え、カツオさん入ってんのかな、でもカツオさん楽天が育てたわけじゃないから入れちゃダメやろって思って、でもまだあの2軍にも松井選手がいるんですよ、はい、うん、あの友坂さん、うんうんうん、まあ、でもあるね、でもこの人面白いと思う、でもそんな今言っちゃったから他に取られちゃうんちゃう、これが一番怖いんですよ、見てないことを祈るしかないんですけど、うん、多分見てないと思うよ。俺のチャンネルなんて楽天のそれ見て、そう見てないでしょ。いや宮森選手あと当たりですからね、育成から。私は西口投手とかも10位だからドラフト。当たりだけど別に宮森とか言ってへんかって去年。なので、いや楽天はそれでも見抜くのが上手いんですよ。しっかりでも記事では楽天を見に行ってらっしゃるんですよ。まあ地元だもんね。はい、ある、でもあるね、あるね。これは面白いんじゃないかな。ねえ、ある。うん。思います。それはあるね。うん。だから。やっぱ内藤、山田、森下1位あるんちゃうかって俺は勝手に思っとこう、はい、そうですね、うんうん、まあでも1位ピッチャー行くかもしれないけど、もしかしたらまたなんか変わったドラフトするから、野手行って2位から3人ぐらいピッチャー続けてみたいな、ね、うん、感じもあるかもしれないですね、そうですね、はい、うん、楽しみですね、はい。